大工と三毛猫。昔、江戸に一人の大工が住んでいました。彼は結婚して幸せに暮らしていました。ある年のこと、妻は三毛猫が欲しいと知らせました。そこで大工は猫を買いに出かけましたが、どこにも見つけられませんでした。彼は来る日も来る日も探しました。あいにく、三毛猫を見つける前に、妻は病気になっていました。医者に診てもらったけど、医者の努力は虚しくて、妻は間もなく死んでしまいました。葬式の後で、大工は一人で歩いて帰りました。やがて、一匹の三毛猫を連れてやってくることに気づきました。妻が亡くなって、とても寂しかった大工は、猫を飼っていることにしました。その三毛猫をまるで自分の子のように可愛がっていました。大工は毎朝、お手洗いに行くより先に猫のご飯を用意します。猫も大工のことが大好きで、来る日も来る日も大工が帰る時に温かく迎えてあげるのでした。ところが大工の視力は弱くなっていて、大工仕事が下手になりました。とても貧乏になるのを心配しました。そこで医者を相談すると、残念ですが、目を治すのは私の力に余る仕事です。それはとてもできません。というのです。その夜、大工は帰って三毛猫に向かっていました。なあ、俺の視力は弱くなってしまって、治りそうもない。どうしたらいいだろう。大工は猫に話しかけているうちに、うとうとしてしまいました。三毛猫はまるで何でも理解するように、にゃーと鳴くと、大工に近寄って彼の目を何度も舐め始めたのです。それに気づいた大工は、奇妙だが気持ちがいいと思って再び眠りに落ちました。翌朝、大工の目はすっかり治って前よりはるかによく見えます。おかげで大工仕事が上手になって素晴らしいものをたくさん作りました。手伝ってくれたお礼に、毎日大工は三毛猫に新鮮な魚を飼ってあげるようにしました。それからはずっと幸せに暮らした。おしまい。